皆さんこんにちは、はるです。今日はギリシャ最終日ということで、今日から次の国へ移動していこうと思います。今日の動画はギリシャの出国方法、そして次の国への入国方法とホテルレビュー、そして晩ご飯の紹介をしていこうと思います。ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はギリシャ最終日ということで、ホテルを出発しているところです。今空港まで送迎してもらってるんですけど、見てください、これメルセデスベンツのでっかい車に乗せられて一人寂しく運ばれております。次なんですけど、今回ギリシャに滞在した後、ギリシャの次はなんとパリに行こうと思います。日本から行くとかなり遠いと思うんですけど、ギリシャからパリだったら案外近くて3時間半ぐらいで着いちゃうんですね。なのでギリシャからパリまでどんな感じで飛行機の移動とかこうしていくのかをちょっと今日撮っていけたらいいなと思っております。行ってきます。チェックインしていきます。今回はパスポートとテストですね。テストの結果と、あとこれ書かなきゃいけないらしいんですけど、これがですねめっちゃ簡単で、どこで生まれましたかとか、どこから来ましたかっていうのと、あと48時間以内にこういう症状が出てないですかってやつで、こう日付と名前書いてってだけですね。めっちゃ簡単です。それではやっぱり行ってこようと思います。さあ、パリに到着しました。今から入国審査をしていきます。めちゃくちゃ飛行機内はぐっすり眠れて、めちゃくちゃ元気なまんまたどり着きました。テストせっかく受けたのに一回もチェックせずに入国できそうです。なんか一応受けなきゃいけないらしいんですけど、誰もチェックしてないですね。それがちょっとびっくりしました。人はだいぶ少ない感じですね。ギリシャの方ほど混んでないなって印象でした。人めっちゃ少ないですよね。空港じゃないみたい。しかも飛行機降りた時からパスポートとか陰性証明書ずっと持ち歩いてるんですけど、入国審査とかも何もなしでガチでそのまま出てこれちゃいました。なんかもうはいどうぞってぐらい簡単に入国できたんで、なんかいらんかったねちょっと危ないんで直します。先にパリに到着しました。今日が今午後4時で22度ぐらいなんですね。なのでギリシャよりは平均5度くらい寒くなってるかなって感じでした。そして今回泊まるホテルなんですけど、今回のマリオットで AC ホテルズっていうマリオットのホテルに泊まります。この AC ホテルズっていうホテルが北米のチェーン店らしいんですね。でそれとマリオットがくっついてる感じで、ちょっとまた今までのホテルとは違う感じになってるかなと思うので、どんな感じなのか見ていきたいと思います。ホテルの前はこんな感じで大きい公園があって、もう目の前道路ですね。ちょっと飛び出すと危ないかなって感じですけど、ホテルはこんな感じで結構大きいですね。外側見た目はすごいシンプルな感じでした。でフロントはこんな感じですね。海外のこっちかあ違うこっちか、海外のくるくる回る感じのあれですね。私最初入るときスーツケース引っかかっちゃいました。こじんまりってした感じですよね。結構ちょっとビジホっぽい感じはあるかもしれない。
電気がついた。廊下はこんな感じですね。今回私が720のお部屋なので、あとここですね。ではどんな感じか見ていこうと思います。よいしょ。じゃじゃーん。見た感じはこんな感じです。結構ね、広いですよね、パリにしたら。はい、ではお部屋ツアーしていこうと思います。まず入って左から行きますね。じゃじゃん、トイレめっちゃ広いですよね。うちのトイレの3倍ぐらいはあるかもしれん。めちゃめちゃトイレは広いです。なんかね、電気はこういう感じの丸いカチコチしてるやつですね。初めて見た。よいしょ。で、ここがお風呂になりますね。あらー、なんか照明が黄色で可愛い。こんな感じですね。洗面台1個。なんだろうこれ。アルコールワイプとかもついてますね。あとアメニティ。めっちゃ大事なとこ。なんか、ボディーローションとソープがついてて、しかもこれ AC ホテルマリオットのなんか、ちゃんとしたやつですね。作ってるみたい。あ、でもこれシャンプーとバスジェル、ボディウォッシュしかないからあれですね。コンディショナーがないタイプのホテルですね。うわー、買いに行かんとなー。こういうのって結構ホテルによりきりですよね。ドライヤーとタオルとゴミ箱はあるけど、あれですね、やっぱ歯ブラシがないですね。歯ブラシないホテル本当多い、海外って。で、ここがコーヒーマシーン。来たー、この難しそうなやつ。どう使うんやろこれ。あ、多分ここにあれですね。これを入れて、こうしてする、なんかドバイで私がやらかしたタイプのやつですね。あとコップも多分感染対策で紙コップしか置いてないんですよね。おー、なんかいろんな紅茶とかも入ってますね。レモンとか、なんだろうこれ、なんかわかんない、クラシックって書いてるのかな。ちゃんと紅茶も全部味違いますね。あとスティックコーヒーもある、お水もあるというような感じです。で、ベッドルームがじゃん、結構広いですよね。ここのスペースがめっちゃあるんが嬉しいね。え、パリってすごいやっぱ部屋狭いんかなと思ってたんですけど、思ったより大きくて嬉しい。とテレビと、そう、これめっちゃ気になったんですよ。多分これ隣の部屋とつながってるんですよね。隣人おるんかな。でもなんかこの取っ手がないんで、片方だけよいしょ、開けても開かない感じですね。多分家族連れとか、こうみんなで泊まるときにここのドアを開放して、こう行き来ができるようになるんじゃないかなって思います。すごい開発クラブみたい。で、景色がじゃじゃーん、こんな感じになっておりますね。なんかホテルの目の前ね、ちょっと家庭菜園みたいな感じでやってたりとか。ここはね、今何してるんやろ、サッカーかなやってたり、なんかここにね、大きいタワーが見えるんですけど、これ何のタワーかわからなくって、エッフェルタワーはちなみに見えないですね。こっから距離的に歩いて45分ぐらいかかるんですけど、なんかウーバーのおじちゃんに聞いたところ、エッフェルタワーを夜に行くのが断然いいみたいです。とこっち側撮ってなかった、机の下に冷蔵庫、普通のビジホーっぽい冷蔵庫ですね。これと、よいしょ。なんか、電気勝手についた。ハンガーと、アイロンかけるやつもちゃんとついてますね。これなんやろ？あ、なんでも、水か。あとなんか金庫と、ここにね、あれがありました。バスローブ。なんかカシャカシャ言ってる。あ、スリッパもついてますね。おー、よいしょ。あ、ちゃんとこの刺繍というかプリントが入ってる AC ホテルマリオットの。なんか可愛いですね、これ。持って帰りたい。で、こんな感じで、
充電器はやっぱもうこっち対応のやつしかないですね。多分マリオットやから、あの充電器変換器とかを貸してもらえると思うんですけど、ベッドサイドにも一個ずつついてるからいけるかなって思います。私今変換器がなくって、ちょっとね買いに行かんと、買った方がいいんかな、やっぱりできるだけ散財はしたくないけど、ちょっとね、こんなパリのマリオットホテルはこんな感じでした。思ったよりもねすごい広くていいなって思いました。ぜひ滞在する方はまた見てみてください。よし、今回もコーヒー作ってみようと思います。今回は絶対うまく作れるはず。ではパリ1日目の晩ご飯はこちらのチェーン店のプラネット寿司に行ってみようと思います。マリオットから徒歩10分ぐらいにあるお寿司屋さんに来ました。このメニュー表がめちゃくちゃ面白いんですよね。お寿司屋さんなんですけど、トップページがあのカツカレーなんですよね。で、あの餃子ラーメンとかナルトラーメンがあったりとか、こういうシェアプレートですね、こう可愛いですよね、名前書いてる。サーモンとテイスティングプレミアムラブボックスめっちゃ可愛いですね。で、なんかお寿司がこういう感じでトレインに乗ってくるみたいで、今回私はこの17ユーロの焼き鳥とご飯とお寿司のセット頼みました。日本にいても焼き鳥とご飯って一緒に食べないですよね。ちょっと新しいことに挑戦してみようかと思います。でね、さっきのやつとあと焼き鳥とか餃子エビフライとかも単品で売ってますね。で、思ったより値段は全然高くないね。刺身、チラシと寿司巻き、カリフォルニアをちょっと発音よく U ターンかなみたいな書き方ですね。で、これとびこなんかこう中に入ってるんかなと思ったんですけど、サーモンにクリームチーズとか全然とびこ入ってない人もとびこに分類されてるんですよね。これ何なんでしょう。あとツナツレ、ツナとツナツレって何やろな。あとアボカド、サレヤで周りのなんか誰が訳したんやろ、めっちゃおもろいですね。これサレヤでデザート、デザート系なんです。サレヤでサラダと間違ってるんかなこれ。でね、飲み物がね、嬉しかったのがなんとキリンビール置いてました。一番搾り、朝日はないみたいなんですけどね。こんな感じの値段でちょっとやっぱ高めやけど嬉しいですね。こんな感じでした。じゃあ単品でクリスピーマンゴーっていうお寿司頼んだんですけど、これあのマンゴーソース入ってるんですよ、ここに。あとね、キウイのカットしたやつも入ってるらしいです。どんな味なんだろう、食べてみようと思います。いただきたいと思います。なんかこうクリスピーだからカリカリしたやつついてますね。分かった。でもサクサクの衣が天ぷら、天ぷらになってる、なんか揚げたやつかな。これ自体にも味ないんですけど、それにエビフライにこうマンゴーソースがかかってて甘くてめっちゃ美味しいんですよ。なんかキウイがそれをこうフレッシュにしてくれて美味しいみたいな。けどもう一回食べるかって言われたら食べないと思います。醤油とかはこういう感じで届きました。これマヨネーズで、これとこれが多分醤油なんですけど、違いがわからんくって、こっちの方が材料が決めが多いんですよね。けど英語じゃないから何やろ、多分甘いソースとかそういうのなんかな。あとね、すごいこれガリも濃そうになってる、食べたい。これと
わさびも個包装になってますね。すごい。ちょっとこれ全部持って帰りたい。どこにあるか探せるんや。すごいチェーン店ですね。すごい、富士フィルムがある。パリの真ん中に富士フィルムがある。すごい。はい、では次回は自転車をレンタルして朝から晩までパリを散策していこうと思います。あの凱旋門からエッフェル塔まで有名な場所をたくさん回っていきますので、パリをお散歩してる気持ちになっていただけたら嬉しいです。そしてこの動画良かったよって方はいいねとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。